台湾ガザミは、エビメカニシタメワタリガニカに分類されるカニの一種。ガザミ同様、ワタリガニという別名でもよく知られている。幸福は、最大で15センチメートル程度となる大型のカニ。甲羅の形状は、横長の六角形に近い形状。前縁には、四条の突起が並び、横縁は大きく尖っている。後縁の突起はそれぞれ巨子状で、後前縁は4本。 側縁は左右9本。オスは暗緑色の甲に鮮やかな白い不規則な模様が目立つ。メスは近縁のガザミとよく似ており、甲羅の背面は暗緑色であるが、下流状の模様がより細かく甲全体に広がる傾向がある。ハサミ足は強く、アサリ等の殻を割って餌とすることができる。第2から第4脚は不足、第5脚は ヒレ状の遊泳客となっており、これをオールのように動かし水中を自由に移動することができる。朝鮮半島以南の西太平洋、インド洋に多く、各地の内湾の水深15メートルから50メートルのサデー底を好んで広く分布する。近年はインド洋西部からスエズ運河を越えて地中海に侵入し繁殖している。日本では房総半島以南で普通に見られ、 各地で食用とさ、れ、食性は肉食の傾向が強く、甲殻類や貝類をその強いハサミ足で捕食する。妖精から、ともぐいの傾向があることが、種苗養殖における課題である。天敵はタコや魚類。本種のオス個体はこう、足に青い模様があり、特徴的で判別はたやすい。しかし、メス個体は、ガザミとよく似ているため、以下のような点で判別を行う。 高前縁に4本の歯があり、外側の2本に比べて、内側の2本は小さい。ハサミ足の長節前縁の突起は3本。生息地により多少の長短はあるが、春から秋にかけて産卵が行われ、孵化したゾエア妖精は冬生活を送る。妖精は10日程度で、メガロパ妖精、15日程度でチガニに変態し、晩秋に生成熟する。 交尾を行った個体は冬季には深場に移動して越冬する。メス個体は生死を体内に蓄えたまま越冬し、翌年に産卵を行う。寿命は2年程度。ガザミ族の多種と同様、年間を通して食用とされる。カキは実が多いオス個体。冬季は内子が詰まる。メス個体が特に良いが、夏から秋の脱皮直後の個体は実が少なく、 月夜のカニという慣用表現は夏から秋季の明月の頃の脱皮答えを指したものであろう。虫ニ、ゆで蟹、炒め物等でよい。青で、おいらん、踊りカニ、ひしかに等。ありがとうございます。